こんにちは、えー、今日は加速度が登場です加速度って一体何かなっていう話なんだけども今までは速度が一定の運動を考えてきたよね。等速直線運動を考えてきたどういう運動だったかなっていうと直線上をさあここ人間がまた登場です一定の速度で移動するのが等速直線運動だったよね。今日は速度が変わる運動を考えます。 速度が変わる運動、この写真を見ちゃってくださいね。えこの写真は100メル1メートル走ですね。はい、100メートル走で、よいドン。スタートの速度はゼロだよね。だけども速度はどんどん変化していくよね。こうやって速度が変化するのを考えるときに、どうしても加速度が必要なんだよね。じゃあ加速度が一体どう表すことができるのかなっていうのが今日のテーマです。 じゃあ加速度ってどう表すことができるのかな計算を考えますまず加速度を記号でこう表しますこれ見てください加速度は記号で A っていう記号を使って表すんだよねなんで A なんだっていうと加速度は英語でアクセラレーションっていうんだねアクセルっていうねアクセルっていうのは車を加速するときに踏むよね車加速しようと思ってブレーキ踏む人いないよね、えー、ぶね あの当然アクセルを踏み込むと加速していくねそのアクセルの頭文字を取ってえって表すのねじゃあこれから加速度はどう表すことができるかなまずクマちゃん見てくださいね0秒の速度が 3.0mps だよね X 軸上移動してますここで一つ確認したいのは X 軸上の速度を表すときに 右か左かをはっきりさせるときに必ずこれ重要だよね右向きプラスにに定める非常に大切だよねだからクマちゃんの速度は右向きにだからプラスで3だったよねプラスだよねプラスで3 0メートル前セカンドだったものがだんだん速度が増えていったとしようそしてある時間経過どうぞドン 7 0メートル前セカンドに増えてるよね、えー、よく見るとクマちゃん汗の量が増えてるよね、えー、このネクタイの傾きもちょっと変わってるよね細かいところをねもうイラスト屋さんがもう描いちゃってくれちゃってますねで「はい、2.0秒後7.0に増えちゃった」じゃあ加速度って何かなまず加速度とは書いちゃいます お考えてください。はい、一秒あたりの。分なんだよね。一秒間にどれだけ速度が増えたのかな。っていうのは加速度です。いい、こう大切なの一秒あたりだよ。一秒間に。 どれだけ速度が増えたのかなっていうのが加速度なんだね。クマちゃんの加速度いくらかな。二点ゼロ秒間にさ、時間二秒経過したよね。速度どれだけ増えたかなっていうと。三から七に増えたよね。三から七に増えたんだから、速度の増加分は四だよね。状況オッケー。二秒間で四増えたよね。ということは。 1>, 1秒間にどれだけ増えたのかなっていうのは加速度なんだから増えた速度4を時間で割り算すればいいよね。さあこれを計算します加速度はまずクマちゃんの速度の増分は7.0から3.0を引き算したこれが速度の増分だよね。だよね それを時間は2秒経過している2.0秒で割り算したものが書くことだよね4を2で割り算すると2.0まで書く必要があるのわかるよね有効数字を考えると2桁だよね7.0も3.0も2桁2.0も2桁なので回答も2桁2.0この辺慣れてきたかな 2.0がクマちゃんの加速度ですじゃあ単位はどう表現できるかなっていうことなんだけども加速度の単位はメートル毎セカンドを秒で割り算しているよね、えー、ちょっとこれを書いてみるとメートル毎秒これが速度の単位だよねこれを秒で割るっていうことはかける秒の逆数を掛け算することになるよね えだから、えー、これをまとめるとメートル割る分母は秒かける秒だよね。まあだから秒の二乗と表すことができるね。これが加速度の単位だよ。えだから加速度の単位はメートル毎秒の二乗と表すことができるわけだ。さあこれが熊ちゃんの加速度だったよね。わかったな。 じゃあ加速度がどう表すことができるかなここに出ますバンね加速度はまず記号でえっていう記号を使って表すんだよ加速度は速度の増分を時間で経過時間で割り算すると速度の増加は引き算だよね後の速度から前の速度引き算するここ大切なんだけども 後から前引くっていうのをしっかり覚えようね時間的に後の速度は7だったよね最初の速度は3だったよね後の速度から前の速度を引き算するのは、えー、速度が増えようが速度が減ろうがとにかく時間的に後の速度から前の速度を引き算したのが速度の増分だと考えてくださいね え速度の増加を時間で割り算したものは加速度だといい今日新しい物量が登場したけども加速度は速度の増加を時間で割り算した1秒あたりの速度の増分だよっていうのを今日しっかり覚えちゃうはいじゃあ今度は速度が減った場合の加速度を考えますままたまた熊ちゃんが登場です。 X 軸上運動してるよね X 軸上の速度を表すときにプラスを決めとこうね右向きプラスに定めておくよ0秒のクマちゃんの速度は5 0 m ド右,右向きだっていうことはプラスだよねプラスで5 0 m ドだったものがさあこの後どうなるかな三点、うん、3.0秒後2.0に減っちゃったね。 メートルだっったものが速度に減っちゃったじゃあこういった場合の速度が減る場合の加速度はさあまず加速度記号で A で表すんだよね。加速度は割り算だよね。増えた速度を時間で割り算するんだけども増えた速度ってどっちからどっち引くんだっけ 時間的に後の状態から前の状態引くんだよね後の速度は2.0最初の速度は5.0これが速度の増分だよねさあもう一回書いておこう後から前を引き算するんだよねえもちろん単位はメートルマイセカンドそれ時間で割り算するんだけども 3秒経過してるよねで割り算すれば加速度が出るよねすると分子はマイナスになっちゃうよねマイナス3.0を3.0で割り算するんだから加速度はマイナス1.0単位大丈夫かなメートル毎秒を秒で割り算するんだからメートル毎セカンド2乗と表すことが できるよねこれがクマちゃんの加速度ですところで加速度がマイナスで出てきたっていうのはどういうことかな加速度ってそもそも1秒あたりの速度の増分だよね1秒あたりの速度の増分がマイナスだってどういうことかっていうと速度が減ったっていうことなんですね V が減少したことを表しているよね 増加分がマイナスだっていうことは減ったっていうのがわかるかな。例えて言うならば、あ今ここに僕のお財布がありますね。いくら入ってるかな。あまあいいや。あこのお財布のな中身が三万円増えたね。えー、嬉しいね。三万円増えたって言ったら本当に三万円増えたのかなっていう場合とお財布の中身がマイナス二万円増えたね。どういうこと？ お財布の中身がマイナス2万円増えちゃったね。実はマイナ,マイナス2万円増えたっていうことは2万円減ってるっていうことを表してるんだよね。つまり加速度がマイナスっていうことは速度が減ったということを表してるのね。クマちゃんの加速度はもう一回見てください。速度の増分は後から前引き算する。その結果マイナスで出てきたよね。加速度がプラスだったら速度が増えるんだけども。 こうやってマイナスで出てきた場合は速度が減ったということを表してるんだよね。練習問題やってみようね。こちらです。練習図一は静止していた物体が時刻ゼロ秒に動き出して x 軸上運動した時の様子を示していると。え次の問いに答えなさいということなんだけども、x 軸上運動する物体があるよね。 えまず括弧1です。図1の運動において0秒から2.0秒までの加速度はいくらかな。単位をつけて答えなさい。まず0秒で静止していたんだよね。静止とあるから最初の速度は0メートル毎秒度だったよね。最初は静止していた。 2.0秒後の速度8.0に増えてるね X 軸上運動してるからプラスを書いとこうね右向きプラスに定めると速度はプラスで8.0だよねじゃあ加速度はどう表すことができるかな割り算だよね増えた速度を時間で割るんだよね増えた速度は0から8まで増えてる 後の速度は8.0メートルマイセカンド最初の速度はゼロだったよねここのルールしっかり覚えてるいてね、えー、速度の増分は後から前引くんだよねこれがちょっと書いておくかな最初がゼロねあとが8.0だったよねだから速度の増分は後から前引くんだよ それを時間で割り算すると2.0で割り算するこれで加速度が計算できるよねすると8.0を2.0で割り算するので4.0単位はメートル割るセカンドの2乗と表すことができるさ加速度は4.0メートル前セカンドの2乗計算大丈夫かなもう一回確認すると加速度は 速度の増分は必ず後から前引くそれを時間で割り算するそれで計算できるよね答えは4.0メートル前セカンド2乗となりますでは括弧2です括弧2の問題を見てください図2は時刻2.0秒から4.0秒までの運動の様子を示しているとこの時の加速度 A はいくらかな単位もつけて答えなさい えまず2.0秒の状態を見ましょう8 0メートル前セカンドこれさっきの続きですよねさっき2.0秒の速度が8 0メートル前セカンドだったと右向きですよねもう一回プラス書いてとこうね右向きだから2.0秒後の速度はプラス8.0だとそれが4.0秒後の速度4 0メートル前セカンドに減っちゃってますね8だったのが4に減っちゃった でこの場合の加速度がどう表すことができるかなえもちろん加速度っていうのは割り算だよね割り算覚えてるかな増えた速度つまり速度の増分を時間で割り算するんだったよねえ増えた速度なんだけども最初の速度つまり前の速度は 8.0m/s だよね。それが後の速度は 4.0m/s。 だから速度の増分は引き算どっちからどっち引くんだっけ後から前引くんだよねだから後の速度は4.0前の速度は8.0単位はメートル前セカンドこれが速度の増分それを時間で割り算するんだけどもあ、時間は4.0秒かなじゃないよねスタート2.0だよね 2.0から4.0秒間の話だから経過時間は2秒間だよねえつまり経過時間というのは後の時間4.0から初めの時間を引き算するここも注意ですよね0秒から始まってなかったよね2.0秒から始まっているような場合は経過時間とは後の時間から初めの時間を引き算するわけだいいそうするとえまず速度の増分は マイナス四点ゼロだよね。マイナスだよね。で、それを時間二点ゼロで割り算すると、え、するとマイナス二点ゼロメートル毎秒度二乗と表すことができるよね。え、だから加速度はマイナスだということ。加速度がマイナスだということは速度は増えたか減ったか。どっち？ 加速度がマイナスだということは速度が減ったということを表してるよねで具体的な値はマイナスで2.0メートル前セカンド2乗と表すことができる分かった加速度は速度の増分ここ大切だからね後から前引けだよ後から前引き算したものを時間で割り算したさあ計算結果はマイナスで2.0メートル前セカンドとなります では今日のまとめです今日は新しい加速度っていう物流が登場したよねまず加速度を表す記号 A しっかり覚えてねアクセルだよ加速度を表す記号 A ね。アクセルの加速を持ちとって A と1秒間にどれだけ速度が増えたのかなと1秒あたりの速度の増分だったよねクマちゃんの運動を見てください0秒の速度が3.0だったのが 2.0秒後7に増えちゃったとこうやって速度が増える場合に加速度が必要となるよね加速度は速度の増分速度の増分引き算だよね後から前引くんだよね後から前引き算してそれを時間で割り算すると1秒あたりの速度の増分が出るこれが加速度だよねさあ式で表すとこうなります加速度は速度の増分 後を引く前ね、ねここよく覚えてるねる後から前引き算したものを時間で割り算したものが加速度だよと、ね、この速度の増加を時間で割り算したものが加速度だとでこの加速度がしばらくこのあと続きます、ここね非常に重要な土台となるのでしっかり覚えてください。